吉田凪さんがちょっと炎上してましたけどね。知り合いな、知り合いではない。あ、全然あれ、ね、うわ、ああそうだね、あれはクレイジージャーニーやもんね、うん、あれね、うん、なんかそのあれでしょ、写真展をやってて、うん、そのキャプションがなんかちょっとね、まあひどいというか、実際みその記事だけ読んだだけなんで、はいはいはい、まあまあね、そういうちょっとこう、うんうん、なんていうんですか、搾取みたいなこととか、文化的搾取でしょ、うん、ちょっとバカにされたさしてるなみたいな、その言ったらその、まあ、アフリカとか、うんうん、そういうちょっとまあビジュアル的な特徴のある、うん、そういう、まあ、部族というか、うん、人らの写真を撮って、うん、で持ってきて、うん、でなんかこっちの価値観でキャプションをつけるみたいな、そうですね、そういうことですよね、うん、だからまあ変な話、そのテレビ的というか、うん、テレビ的なキャプションがついてるんでしょ、なんか、うんうん、なんかその話は 見ましたけど、うん、はいはいはい、そうそう、僕ね、確かにね、うん、そのまあ、当時もちょっと問題になったと思うんだけど、うん、今でも覚えてるのはあのクレイジージャーニーに出た時、うん、出た時にそのなんか向こうの民族衣装というか、はいはい、紛争というか、うん、向こうの、そのみんなのと同じ格好をして、うん、なんか向こうの人らに溶け込んで、うん、で写真撮るみたいな、うん、まあ、そういうスタイルやったと思うんですけど、うん、なんかね、まあ、ちょっともやっとしたというか、うん、別に文句はないんですけど、うん、向こうの人は乳首が出てるんよ、うん、でも吉田さんは乳首がぼかしが入ってるの、うん、吉田さんだけ、うん、それはまあ吉田さんの意図かどうかは分からへんけど、うん、それがねどういう感覚なんかなって思ったんよ、うん、ねえ、うん、まあどっちかですよね、出すべきか全部隠すか、全部隠すか全部出すかやと思うね、うん、それはね、うん、まあ、テレビ側の配慮っぽい気もする、だからさ配慮って言ってそのだからそれはおかしいやん、うん、部族の人はどうやねんっていう、ね、そう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 まあ そこで、まあ、ちらっとね、うん、あれっていうの、うん、思ってたことはまあ、うん、あるんですね、うん、僕もなんか、うん、ちょっとこう、うん、気をつけななと思ってる、まあ、要するに、うん、僕もね、うん、まあ、注意されたってわけじゃないんだけど、うん、あ、僕も同じようなんですよ、うん、だから僕もそのアルブラリオを、うん、その YouTube で撮らせてもらって、うん、まあ、YouTube で撮る目的で出てます、はっきり言って、あのフィリピンのまじない師のね、うんうん、シトラをその、うん、まあ言ったら珍しいなと思って言ってるわけ、うんうん、まあ言ったらね、うんうん、それは自分の中でエクスキューズというか、うん、言い訳いっぱいあるよ、いっぱいあるけれども、それをさ、うん、まあ別にそのそんなお金になってるわけじゃないけれども、うん、けど少なくともそれをまあ見てもらって、うん、で YouTube から広告料を取るということに、まあ、まあ利用してるというか、うん、利用してるつもりはないよ、そらこっちにしてみたら、うん、そら俺も行って経費使って行って、うん、そのまあね、うん、そのあの自分の興味の早みでその取材して、うん、ね、そのそれをなんでタダで見せなあかんねんっていうあの気持ちももちろんありますよ、うん、ありますけれども、まあでも微妙やんか、うん、ほんでね、その藤野さん、うん、あのレコード屋のレコード屋の藤野さんね、はい、あのフィリピンの、うん、フィリピンの音楽を専門に扱っている藤野さんが、うん、そのサイードのね、まあ、有名な本なんですけど、うん、サイードっていう人のオリエンタリズムっていう本があると、うんうん、僕は読んでないですよ、うんうん、読んでないけどその本は有名な本なんです、だから、うん、まあ、割とみんな知ってる本やと思うんですけど、うん、があると、うん、でまあ藤野さんが言うにはね、うん、だから
フィリピンの音楽の専門家として、うん、専門家というかを売るものとしてね、うん、ある悩みがあると、うん、でフィリピンの OPM ってさ、うん、まあ言ったらアメリカンポップス風やねんな、はいはい、まあ言ったらその、何まあその洋楽風や、うんまあ、はっきり言って、うん、でそのなんかね人によってはフィリピンっぽくないって言うねんて、うん、フィリピンっぽさがないやんって、うん、だからその民族みたいな、うん、まあ言ったらよ、ああ日本他の海外の人から聞いて、海外その日本人から見て、うん、その日本人から見て、うん、なんかこうそのフィリピンっぽさが感じられないみたいな、うんうん、みたいな感覚があると、うんうんを言われることがあると、うん、でもそれって、うん、そのまあいわゆるオリエンタリズムというか、うん、何やろ印象の押し付けというか、うん、そのね、うん、何を勝手にこうあのイメージつけてイメージつけてそのどうねそうフィリピンの人がやってる音楽に対して、うんどういう価値判断をしてるねみたいな、うんうんうん、ところがあるやん、うん、まあ言ったら、うんうんうん、だからその先生の呪物収集とかもさ、うん、ちょっとこう確かに、うん、そういう部分に触れてくる領域というか、うんうん、特に部族のものはと思うんですよ、あの日本の、うん、チャーミーとかはその、うん特に何もないと思うんですよ。まああのそ の, あのただ、うん、今の既製品のまあまあそれは別に工業製品であって、うん、その同じものがいっぱいあっ て, あってその中でもなんかいろんな経緯でっていう、うんうん、その背景のその、うんうん、あの話はありますけど、うんうん、まあただどこでどういうその、うん、ねえ何、やろあのまあ今んとこ大丈夫やと思うけどっていうところで、うん、だからちょっとなんか本出てちょっと怖いですね。でも内容は、はいうん、大丈夫やと思う。あ、うんまあ、一応その出版社の方にも吉田凪さんのやつは投げたんですよ最後に。大丈夫かって、うん、こういう感じ、うん、こういう視点もあると、うんはいって言ってたんですけど、ああでもまあ最終そら僕こっちに来るからね、うん、行きますから、ね、ああだからまあでもそうやなちょっと怖いとこありますね、うんうん、でも部族のものに関しては、うん、もう説明になったと思うんですよ、うん、それで断定はしてないし全部、はいはいはい、らしい、うんうん、ほんまに分からへんから、うんそのブードゥのものなんかもう全く分かんないんで、はいはいはい、あの、うん、ほんまかどうかっていうのもめっちゃ難しいから、うん、だからでもなんか僕が一瞬思ったのは、うん、あのインドネシアのそのダヤック族っていうね、うん、首狩り族の刀を、まあ、結局輸入できんかったんですけど、はいはいはい、あれをインスタに上げた時があって、はいでまあちょっと怖いってまあ確かに呪いの刀として言ってきてたね、うんうん、まあ魔術師がかけ、うんうん、呪いをかけるって、うん、でまあそう怖いか怖いみたいな感じで出したんですよ、うんうん、じゃあその中江バンドの、うん、東京のバンドのやつが、うんうんうん、あのお母さんが大学族だったんですよ。ああそうなんや。そうなんですよ。ああでうん、母おかんダヤック族で、うん、あこれダヤック族の刀やなみたいな感じやったんですけど、うんうん、なんかその言葉から、うん、なんていうかな、なんかそのあんまり笑ってないなって感じがした感じがしたんですよ、はいはいはい、で確かに俺が逆の立場やったらなんかちょっと、うんうん、なるほどと思ったんですよ。なるほどね、はい、でなんかそのうん、うん、それはちょっと思いましたね、うんうんうん、だからなんか、うんうんなんていうの、うん、その恐ろしい
はあの話はあるけど、うん、それだけをこう全、うん、面に押すんじゃなくて、うん、やっぱりしっかり背景とか調べないと、うん、ただその調べたからって免罪されるわけじゃないや、うん、それはまあそうですね、そうじゃないそれはね、うん、だからそういうつもりはあるよ、うん、その俺だって別にその、うん、なんやろただ珍しいっていう、うん、そのあの感覚もまあもちろんそれはゼロではないというか、うん、それはあるんだけどありながらも、うん、でもそのまあ歴史的背景とか、うん、ねそのどういうのまあ言えばよ、うん、そのまあフィリピンって、まあ、一応キリスト教国ってなってて、はいはい、そのキリスト教っていうそのどういうの、うん、幕がこう一応かかってるわけやね、うんうん、けれどもそれ以前にもさ、うん、絶対になんかいろいろあったのは間違いなくて、うん、でそういう片鱗がまあところどこにあのあるところもあるし逆に例えばその、キリスト教が入ってきたからこそ、うん、そのブードゥー的なうんうん、なんかこ う, そうです、ね、土壌が広がったんじゃないかなと思えるところもあるし、はいはい、まあそういうね確か熟成されていきますよね。だからそういうそのあの昔からあったんじゃなくて、うん、その割と最近来たなみたいな、うん、例えばアルブラリオなんかはそんな感じもする、うんうん、けれどもそのあのまああるあの何だっけ、バナハウ山とか行ったら、うん、ちょっとこれは、まあ、自然信仰みたいなのが、うんうんまあ、残ってるのかなとか思ったりもしたりとか、うん、まあ何やろそういう、うん、そういう興味の中で活動してるつもりや、うんうん、一応でもそれはそのフィリピンの人から見たらどうかは分からんよね、うんうんなんか面白がってるというか、うん、そのバカにされてると思うかもしれへんなという、うんうん、なんかそういうだからまあ吉田奈美さんのこの件もちょっと他人事じゃないというかね、そうだから吉田凪さんもそういうつもりはないというか、うん、と思うね別に真面目、うん、写真はやっぱりねすごいいいなと思うし、うん、あのそのそんなつもりじゃないというかね、うん、まああのより人に見てもらって楽しんでもらえたらいいなという思いの中でなんか、うん、あったことやとは思うんだけどね、うん、だからやっぱり何回かこう言われたことありますもんね、うん、あの、うんその日本のまあものにしても、うんまあ、特にあの世界のものやったらやっぱりその土地にあるべき、うん、あるべきとこにあるのがまあその国にあるべきでしょうみたいな、うんうんうん、まあでもその部族もおらんようになってるとことかもありますからその、まあ、誰かが持っとかなしょうがないっていう面もあるよねっていう。それで後世に残していくとしたらやっぱ大学、うんうんうん、博物館とかになるんですね、うんうんうん、研究対象で、うんうん、そうですねだからその博物館っていうのも、うん、まあそのどういうのまあイギリス人が全部持って帰ったみたいな話もあるわけやんか、うん、でも、うん、なんかね、うん結構難しかったのが、うん、僕だからその刀を、うん輸入した時に銃刀法違反で引っかかって、うんうん、あのもうそれやったら、うん、あの民寄贈したいって言ったよな民泊へ、うんうん、全く連絡ないですからねどっから民泊から、うん、多少ありましたけど、うん、あの興味は示してます、うんうん、でもそっからは、うん全然、うん、まあまあ、うんうん、まあ一個人から連絡ですもんね、うん、
まあ、向こうも仕事やからな、うんうん、どういういろいろこう見なあかんでしょうしね、うん、どうもう調べて、うん、だからそのまあ言ったらさ、うん、その僕らみたいにこう、こう言ってる言ってるやつがおってそれで言ってる通りに出すんで、なんかその、うん、行ってちゃんと調べてとか証明書とか、うんうん、そんなんはないわ、うん、聞いた話を、うん、まあ売るやつが言ってたことそのまま言うって、うん、そうだけどさ、そらまあなんていうの、まあサラ、まあ、言ったら悪いけどサラリーマンというかさ、うん、その仕事が増えるだけっていう側面もあるやん、まあ、そうですね、うんうん、だから、うん、なんか考えましたけどね、うん、なんかアフリカのものなんか特に、ああだからそれで本出した時も、ああその日本の呪術師とね、うん、こう呪術師の人で、うん、こうアフリカとか行ってて、うん、海外に暮らしてる人いるんですけど、うんまあ、その人は本当に真面目に、うんあの呪物を扱ってやってはるんですけど、うん、あのすぐ連絡くれて、うん、なんか本出したんですか、うん、それは、うん、あの、うん、どういった本ですかって、うん、真面目な本ですかって言って、うん、で、うん、真面目ではない、うん、真面目じゃ真面目やけど、うん、あの、うん、なんやろ面白おかしい要素はありますよと、あ、うんうん、あるし、うん、その性格ではないというか完璧にアフリカものになったら、はいはい、っていうのは言いましたけど、うんうん、じゃあまあ相談してくれれば、うん、あのちゃんとしたのに、うん、アドバイスできたこともあったのに、うん、って言って、うん、まあその前から結構前からのやつやったんで、うんうん、聞くタイミング、うん、知り合う前、結構古い、うんうん、ちょっと前の話なんで、うん、本のやつも、うん、今で、この今度出るんですけど、うんうん、あ、難しいね、うん、なんか搾取になるかな、とか思いながら、うんうんうん、筑波大の学生の言葉が、こう、今まあ、あるべきところに、うんあるべきやと思うっていうね、ああ館長はもう一体譲るって言ってましたけど、ああ僕にね、ああ、まあ、だからそれがあるべきところやったらそれでいい、まあいいっていう、うん、まああの誰かが持っとかなあかんやろうですね、誰かがそうです、博物館に行くと、ああもう違った形になりますから、そういうことやな、もう宗教的意味がちょっと薄れるやんか、うん、本来のあるべき形だとすると、うん、誰かの家にあるべきな、うんうん、おかしくはないとは思うんですけど、うんうんうん、まあ例えば、うん、うん、そうね、うん、今まではちょっとね、うんうん、集めましたみたいな感じやったんですけど、確かにあのもうちょっと前かな、うん、みたいな、うん、でもちょっとあの考えるようになりましたね、なんか、うん、でも買いますけど買うというか譲ってもらったりしますけど、うん、なんかそういう、うん、ちょっとコアなやつはちょっとそう思い、うん、思ってきて、まあ、まあだからそれはどうしたからいいとかね、どうしたか悪いとかいう、うん、その話でもないだろうし、うんうん、やっぱ敬意を持たなあかんなと思いましたね、うんうんうん、いやでもその敬意っていうのはさ、うん、敬意っていうのはその、まあ、自分勝手なことやん、まあ、言ったら、うん、では敬意はあるんですよって言ったって、うん、微妙なことっていっぱいあるやん、うんうん、その敬意はあるっていうのはなんていうの、逃げなんかな、逃げやと思うな、うんうん、まあなかなかその、うん、まあそうか、そうですね、うんうん、それはみんな言うやん、多分、うんうんうん、多分な、うん、いやもうそれじゃもう集めますっていう方で行った、集めますっていうか別にあのだからまあまあ別にそのなもやることをやるだけやろ、うん、まあそれはね別にそのあのじゃあやめますとか、うん、そういう話じゃないんだから、そうそうそう、うん、まあでもだから今のちょっと興味あるのは、うん、今の呪物ですね、アフリカにしても、
その古いもんじゃなくて、うんうん、今作ってるやつとかで、うんうん、呪術師がこう、うん、あの魂を込めたものとかは、うん、なんかあの興味はありますけどね。こう なんていうんですかね、古いもののその、うん、まあやっぱあれ、そのなんとかあのタイのなんとか人形みたいな、まあ言ったらちょっと流行ったやん、あのああルックテープ、うん、そう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 です、そうです、あのなんか古いものだったら価値出てきますよ、価値というか骨董的価値が付随してしまうってことでしょ、うんうん、その歴史的価値とか、はいはい、そうです、うん、文化的価値、宗教的価値よりも、はい、そのうん、まあうんだからそこまで、まあだから何やったらいいとか、別にその今のもんやったらいいとか、ああそういうわけで、ね、その昔のものはあかんとか、うん、そういうまあ線引きでも、うん、あのないんじゃないの。そうですね、うん、まあ、まあまあ、何か言われたらやっぱりその時に勉強していきます。ちょっと謙虚な気持ちで、ね、怒られたらその時にこう謙虚な気持ちでまあ要するにあの気にしてるっていうことよね。そうですね、吉田さんのやつ、吉田凪さんの見て、見てね、うん、あっていう、いやだからね、まあちょっと似たような話っていうか、うん、ちょっともうぼやき的な感じになるんだけど、うん、この前さ「ファブル」っていう映画知ってる？はいはい、漫画からのやつでしょ。そうそうそう、あの岡田君か、うん、が出てるやつ、うん、でなんか映画があって、あのレイコが見たい言うから、うん、見ようかって言ってなんかサムギョプサルかなんかしてもらいながら、うん、家で見とったんやけど、うん、で1と2があって、まあ1は別に面白いね、うん、面白いねんな。で2が最近あったから、うん、2見よう、うん、で2も見て、うん、2がな、まあ、まあ映画のノリもちょっといまいちやし、うん、車椅子の子が出てくるんよ。うん。うん。で、まあ、まあそれいろんな見方あると思うけど、車椅子の人が最後立って、うん、よかったねっていう話やね。そう。まあ言ったら、うん、変な話。でそれがね、ちょっと、なんやろ、その、た、なんちゅうの、立ったからって良かったっていう、うん、そのなんやろ持っていき方というか、うん、あ安い感じ、安い感じっていうか、安い感じ、それがちょっと違うんじゃないかなと思って、うん、そのまあ安すぎます、ね、ちょっと安すぎるっていうか言い方悪いけど。そう、車椅子に 乗ってたとしてもハッピーであってほしいわけやん。ああ、わかる？はいはい、うん、ね、まあ言ったら、うん、ちょっとこれ微妙な話やけど、その車椅子に乗ってるからかわいそうで、うん、車椅子から降りてよかったねっていう、あそのどういうの考えというか、そのこう、うん、確かに、まあそれはちょっとそうなってこう、うん、見てて思ったんですよ、うん、確かにね、うん、そのそれもまあ言ったら、うんうん、なんか、うん、勝手に思ってますからね、かわいそうって、そういうことやね、そういうことやね、その車椅子に座ってる人はかわいそうでなければならないみたいな、うん、そういうこう一種のオリエンタリズムというか、うん、まあ、そういうこう、うん、あそうじゃ、そのサイードのさんのオリエンタリズムっていうのはそういうことが書かれてる、うん、と思う。でだからそれはだからその読んだ本がいいじゃないですかってあの藤野さんにちょっと注意されたというか、あーはーはー、まあまあそんな感じ、あの人は優しい人やから、あーはーそんな感じじゃないけど、うん、読まなかった、うんまあ割とその基本的な基本の木みたいな本やから、うん、そのまあ、なんかよく見るねんけど、うんうん、いわゆるその何ニューアカみたいな、あーはーはー、あのなんか話の中で、はーはー、うん、読みます、読みましょう、読みますわちょっと頑張ってどこの図書館にもあると思いますから
読みましょうね。アマゾンで売ってるんじゃないですか。あ、売ってます。そんなんもでも売ってますあるんちゃう。電子書籍版すらあるんちゃう。ひょっとしたらないかな。ほら、サイドオリエンタルディズム出てくるでしょ。あ、うん、マッサージスちゃんで、うん、もう上下あります。上下か、長い長い。そんなに言ってんの長いでもなんかあの余命みたいな感じやったな。あのあ、その藤野さん巻き押さえとき読んどこみたいな感じの、うん、こうニュアンスでその、うんうん、ちょっとこうあの来てはった、うんうん、だからね、うん、あの、うん、なんかその辺敏感な、うんのがアプスー修正さんなんですよね、うんうん、結構気をつけてるというか。ああ、ああ、それはさすがに、うん、すごい、うん、特に気をつけてますね。ああ、ああ、だから古あの、うん、深川のね、うん、あの近くにもうごっつい、うん、ええ感じの床屋があるんですよ、うん、これやってんのみたいな、うん、ぐわーっ、うん、もう雑誌積んで、うん、で建物もええ感じなんですよ、うんうん、もう80ぐらいのおじいちゃんがずっといるんですよね、うん、でもいつも営業中なんですよ、うん、だこれはもう YouTube で行こうかって言って、うん、上がるって、うん、それはまた搾取になるっていう言われてそれはええんちゃうかなだから面白おかしく言ったらあかんぞっていう、なんか、うん、あのちゃんとそのおじいちゃんの反省を聞くとかやったらなんかいいんじゃないかみたいな。あのでもそのな、真面目に接したから OK っていうのはまたそれはそれでちゃうと思うんや俺。ああ、そう。なんかそう思ってる人って結構多いと思うんだけど。でも最初そう思ったわけですからね。面白いだからその、だからそれをまあ、うん、面白いと思ったんですっていう、うん、まあそのうん、うん、だからそのあのバカにするとか、うん、バカにするのはないです。そう笑うとか、うん、その下に見るとか、そのだから吉田凪さんの場合はそういうところがちょっとこうにじみ出たわけでしょ。なんかにじみ出たような気が、その吉田凪さんはそう思ってないかもしれんけど、うん、そういうふうに、うん、その一個なんか一段上からなんかこう評定を下したみたいな感覚をみんな持ったわけでしょ、うん、だからそれはいかんと思うんだけど、うん、このレベルが合ってたら別に、ああ、うん、そっか、いい店やなと思ったっていう気持ち、それはだからその心からいい店やと思ってるわけや、うん、言ったら、うん、だからそれは別にいいかな、うん、うん、とは思うねんけどね、うん、まあなんかこう、うん、ちょっとでも叩かれんようになみたいな感じでアドバイスしてくれたんですけどね、うん、うん、まあまあ、まあ、うん、気持ちはわかる、うん。うんなんかちょっと真面目なことを喋りすぎたんちゃうか。いやほんまっすよね遅刻の話しましょうよ遅刻の話1時間して最悪これもちょっと長いんちゃうもん。うん、あそうね、うん、ねえもうちょっとこう、うん、あの変態の話とかしなあかんすけどねいやどうですか最近はそのそういう性愛の方は。性愛、性愛はほんまないっすよ。うわ守りに入ってるやん。いやほんまにもうエラなって思って。いやマジでないっすよそう、うん、私はね、ええ、あの頑張ってますよ。あさすが。まああのあのうんあのね頑張ってるっていうかね、まああのそのどういうんかな言ったっけそのまあ、出会い系でもさ、うん、そのまあもうありとあらゆる出会い系に割と登録してんねんけど、うん、でそれも同性愛系も、うん、異性愛系もね、うん、あってでそういうどういうのまあオカルトみたいな、はいはい、あのまあこともちょっと織り交ぜながら、うん、あのそういう話を集めてるから聞かせてくださいみたいな、うん、やっぱりねそういうのに反応してくる人がおる、ね、おうおるね。ほんでねあるね、その
一人のね、うん、そっちはね、あの同性愛系です、うん、ゲイの、まあ、まあ、若いゲイのね、うん、まあ、若いの、そいつは30そこそこかな、うん、のその友達ができたんですよ、うんうん、で、その、あの、そいつはね、まあ、結構そのスピリチュアル系のやつなんですよね、うん、はいはい、で何をやるかって言ったらマッサージをしてくれるんですよ。ほう。そのあの、そうマッサージする人多ないですか。いや多いんですけど、うん、でゲイ系のマッサージってまだ多いんですよ、うん、多いんだけど、そいつはな、あの割とマジのマッサージなんや。ほうほうほう、うん、そのほんでちゃんとそのマッサージの学校も行って、でそれをちゃんとなりわいとしてんねん、その、うん、ま、マッサージの仕事をしてんねん、うん、じゃあもうプロじゃないですか。プロやプロやプロやね、うん、プロやね、いや全然だからプロやね、うん、ほんまの、うん、めっちゃ痛いね、ええ、なんかガリガリガリってやられてそのもう俺が行って、スワマスが痛いって結構じゃないですか。いや、うん、そうやね、ほんで行ったらハハハって笑われて、うん、吉野さんもうこれダメだなって、うん、もうこれもう徹底的に直さなきゃ、ほうほう、凝りすぎてると、うん、で凝りって俺肩やねんけど、うん、なんか足からこうなんかくるんよ、ほうほう、うん、それがちょっと痛すぎてあのちょっと今遠ざかってるぐらい痛いね、うん、でけど、まあ、まあもちろんやけれども、うん、そのマッサージした後抜きもあるんです。あるんですよ、あるんですけど、うん、あるねんけど、うん、でね、でもそいつにこうやってもらうや、うん、ほんまな、足が目に見えてスッて細なる、へえ、うん、もうスッと細なります、パッと見てわかる、へえ、むくんでるんが、やっぱりもうこうスッと細なんね、はあ、血流が良くなって、うん、なんかこうあれなのな、もうデトックスみたいな、そんなんやと思うねんけど、でもなんかもうすごい痛いんや気持ちいいっていうのをちょっと通り越してるんや、うん、でけどまあその全部直したるからなみたいな、吉尾さん体悪いからな、直したるからなみたいな感じでやってくれて、ほんでね料理もうまいんですよ、へえ、ほんでなんかそのこれ最高ですね結構何回かしかするでもこれ食いたいって言ったら、うん、あ、じゃあ作っとくよ、ええ、俺料理うまいんだぜとか言って作ってくれるんです。すげえ、うん、うん、ただちょっと恋愛の感じが薄い、強い、あ、強い、強いからまあちょっと、うん、まあそのあんまりな、うん、飯作らしてどうのこうのみたいなも、うん、それこそあんまりな、うん、なんかこう申し訳ないなと思ったりとか、うん、まあでもそういうスピリチュアル系の話したり、うん、あそこはすごい面白かったよとか、うん、まあいろんな話を教えてくれて、まあ今度どこどこ行こうみたいな約束もしてるのはしてね、うん、ちょっとあの伸び伸びになってんだけどしてるのはしてて、うん、で、まあ、付き合いしてねえな、うん、でな、一番不思議なのが、うん、なんやろ、おわっと思ってんけど、うん、最初なんか会った時あれこいつ口臭いなと思って、そうなんかその近寄って喋ったら、そうあこいつなんかちょっと口臭いやつやなと思って思ってたんや、うん、で2回目行くやん、うん、こうそんなことないね別に、うん、な、うん、全然そんなことないねんけど、でなこうマッサージした後気功もやっとくねって言って、ほうだからこうバーってなんかやってくれんねん、うん、まあ、なんかこうすっごいあったかいなんか、うん、気功、はあ、気功もやっとくよ、顔りなんかこう、はい、なんかこうやってくれるんよ、うん、でこうやって終わったら口が臭なんねん、え入ってる、俺が臭いねんだ失礼しました、それに気づいたん俺、あ、うん、こいつ気功やった後
なんかになってるなと思って。はい。なんか一回入れるタイプなんですね。入れる。なんかこう、まあそのパワーを使うことによって草なんのか、なんか知らんけど明らかに変わるね。それやる前とやった後で。そんなリスクあるや。能力者、能力者のリスクと嫌 やな。なんかちょっとあって疲れるとかやったら口臭になるんや、嫌やな。だからでもな、でもそれに気づいて、うん、うわこいつ本物やと思った。ちょっとですよね、うんうんうん。それはちょっと不思議ですよ、ね。そうやね、そうやね、そうやね。へえ、うん。そうそうそう。能力者現るっていう感じ。そう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 。うん。だからなんかこう、まあ至れり尽くせりでな、うん、優しいね。マッサージもしてくれて、うん、そのチンチンもちゃんとしてくれて、うん、で料理も作ってくれる、うんうん、めっちゃいいね。リスクも背負う。そいつの家行けんね。そいつの家でやってくれる。最高ですね。綺麗な家で、うん、お前最高やねんけどな、うん、でまあカラオケ行こうかってカラオケ行ってな。そうそうそう、最高やな。そのうん気候がな、ええー、と思って、なかなかすごい、まあ、そういうことをしてます、うん、気候もやってるねって感じですもんね、うん、あとはおっちゃん、うんうん、とかかな、うん、あと言ったっけ、その一人女の人やねんけど、うん、その家が代々、あイベントで言ったな、そのなんか家の人らが、うん、なんかその次々と病気になって、うん、その倒れていくと、はい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 、うん、私の家はちょっとおかしいんです、うん、っていうその人が、うん、それはねまあ言ったら女性異性、うん、異性の方のまあ普通のなんていうの出会い系、うん、マッチングアプリっていうやつやな、であって、でまあ合いそうになってたんですよ、はいはい、うん、でただね、で、会って話聞けますかって言ったら、うん、大丈夫ですよみたいな感じやってんけど、うん、聞いたらね、ちょっとごっついもう日本海の方にしてて、兵庫県やねんけど、はいはい、うん、遠いですね、ちょっと遠くって、うん、そうやねんな、まあ、気軽に行けないというか、あえ、ね、うん、だから、うん、そうやねんな、うん、で、ちょっとまあ、そっから話がしぼんだというか、うんうん、そんな感じやねんけど、一日かけなあかんかも。まあそれも一日、ね、あの一泊はせんでと思う、うんうん、そう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 、まあ、そういうのとかね、うん、まああるのはありますね、うんうん、まあ、うん、そんな感じやけど、まあ、それこそフィリピンも行ってないしね、うん、まあ、なんかそれどうなんですかね、コロナ。ああ、まあコロナはもういけるでしょう、うん、もういけるでしょうというか、うん、そりゃ あかんらしいけれども、うん、まあ、とはいえね、うん、まあ次の第8波もかなりきついとは言われてるけど、うん、どうなんかな、うん、1回もなってないね。いや、なりました。あ、コロナなったんか、はい、ああ、なったけどワクチンは打ってないですからね。ああ、だからタイとかはいけるんやろうけどみたいな、うん、タイはいけたでしょ。タイはいけます、全然、ね、ベトナムもいけるよ多分。あんますか、うん、なんか南米とかアメリカとかはあかんて。南米はなんか、うん、
打たなあかんみたいな感じでしたね。そうなんや、うん、今後どうなるか分かんないですけど、うんうんうん、だからまあブラジルも結局だからあの大統領が負けてんね、そのブラジルのトランプと言われてた、うん、ほうほう、うん、ほんでえらいまあ揉めてるんは揉めてるらしいんやけど、うんうん、そのコロナ対策に失敗したと言われてるね、へえ、うん、ブラジルは、うん、結構負けたよね、うん、台湾もやばいんですよね今。あ、そうなん、コロナ今やばいんかな、コロナ。あ、そうなんや。コロナゼロになったと思って、うん、あのワクチンとか用意してなかったんですね。それじゃあバッと増えて、ああ、で、うん、まあね、優等生やったもんな、うん、あのそのオードリー・タンさんの話も最近聞かないですね。そうですね、はいはい、血液型対象と、なあ惜しかったなあ、そうですね、あの時な、あ取れてたのに取れてたらまた変わってたでしょうね今も。ほんまやわ、今もほんまやわ、出てたでしょう。 あんまり聞かなくなりましたね、うん、でも俺もオードリー・タンの本読みたいなと思って、うん、まあ、でもか、まあ、買うのもなと思いながら、ええ、その図書館で借りようと思うんだけど、うん、いっつも貸し出し中やな、うん、やっぱ人気あるとか、あ、うん、全然借りられへんね、うん、そうそう、何の話だった。あ、そうね、あの性愛、性愛、うん、全然ですね、うん、うん、困ったもんですね。困りました、うん、あとその自分の話やけど、なんていうかな、まあそういう話でいこうか、もうダラダラ、うん、あの家を、あ、家を買う話ってしたっけ、ま、してちょっとしたんじゃない、買おうとしたけど買わなかったみたいな、うん、それはしたかもしれないですけどね、したんじゃないですか、ね、でまたね、うん、でその前買おうと思ってた家は80万円やったんですよ。あ、家ってそんな安いんですか。安いほんでね、80万円の家でもね、うん、めっちゃ広かってん、うん、日本家屋でね、ほう、まあ良かったんやけど、うん、まあ、今か考えたらそれ買っといても良かったかなっていう気持ちもちょっとあんねんけど、うん、うん、そうね、今考えたらね、めっちゃ広い家やってん、うん、で面白かってんけど、うん、まあ、それはなんかまあちょっとそのまあやめといたんよ、うん、まあ、広すぎるっていうのもあったし、うん、けどほんなら不動産屋がまたちょっとあの出る予定あるんで、おうおう、その、まあ、待っててもらったらちょっとまた連絡しますって 、うん、言ってて、だからその買わなかった家うん、を見に行ったのがほんまに安倍さんが亡くなった時やから、はあ、7月8やったかな、うん、なんかそんなんやったと思うね、うん、で待ってたらほんまにねこの前連絡があって出ましたと、うん、あの家がね、で見られますかみたいな感じで見に行って、うん、ならまあええかなと思って、うん、それがね140万、おう、うん、まあ、なんか80万って聞いたからもうちょっと高いって感じです。そうそうそう、 でもちょっと狭くいねんけど、うん、でも中はすごい綺麗になってて、うん、まあええー、ねん、2階建てでベランダもあんねん、おう、ひょっとしたらベランダからあれ花火見れるで、へえ、うんうん、いい感じのとこですね、うんうん、山の山のな、あの山の崖の上というか神戸一望じゃないですか、まあ花火見る、うん、そうね、結構、うん、確かに環境はいい、うんうん、で、まあ、変な地形のとこで、うんうん、まあ、その前見に行った家の隣やねんけどな、うんうん、
でまあええかなと思って買おうかなと思って、でちょっと交渉して、うん、この前だからちょうどブラックフライデーの日に、うん、もう30万負けますわみたいな。おう、うん、じゃあ110万110だから100万でこう言うたんや、100万にしてって、うん、なら110万にでお願いできませんかって言って、うん、ほんなら110で行きましょうかみたいな感じで、まあ買うと思う、買う、買いますね、うん、もう申し込みもしてあれしたんで買いますわ。ほう、うん、家を買う、すごいですねでもあの土地はついてないんです。ほう、土地代は払わなかった、うん、けどね。あ、月々、月々、うん、14,000円かな。ほう、うん、まあ面白いですよ。うん、なんか1階と2階で入り口がちゃうね、うん、えちょっとだからそれがねちょっとまあ、うん、なんとも言えないけど、はい、どういうことなんですか。2階深夜に2階なんかゼットントンされるけど絶対開けないでくださいみたいなのがあるんですそんなんないそんなんないけどその1階は1階の玄関があって2階は2階の玄関がある、うん、2階の玄関、階段で外から、あ、外から入れるんですか。外から入れる、もちろん、はあ、で逆に中から1階から2階に行かれへんねん。ほう不思議なんですねだからほんなら要するに別々の家ってことと思うやん、うん、それやったらそれでええねんけど、うん、その上には風呂がないねん、トイレはどっちもあんねん、上も下もだけど上に風呂がない、ね、はあはあ、うん、上に風呂があったらなんかできてたかも。いや、なんかできて、まあ下を人に貸すとか、はあはあはあ、うん、そういうことができたかなっていう感じです、ね、スタジオじゃないですか2階で、まあ、1階をスタジオにしようかなと思ってる。ああ、うん、じゃあ風呂を上にあった方が良かったですね。そうやねんけど風呂上っていうのはもうあれは無理やわ。ああ、うん、トイレあるだけ、トイレ2個あるんですね。トイレ2個ある、トイレ2個あるから、うん、まあいいですよ、うん、うん、遊びに来てください。あ、行きます、行かしてもらいますあのただどうやって行くいやいや そこまでじゃないけど、あ、そこまでじゃけど、あの行きにくいのは行きにくいです、うん、この前、うん、イベントやったラブフォーぐらいの、ああ、そこまでじゃない、はい、そこまでじゃないあっこはもうやばいや、車でしかね、ちょっと、うん、だ逆に俺んとこはね車でね行きにくいっていうか、うん、その車が前までつけれないんですよまず。ああ、そうなんですね、うん、だからねコインパーキングに止めて、うん、歩いて5分ぐらいは歩くかな、うん、距離はそうでもないねんけど、うん、最後にごっつい階段があるんですよ。あ、結構急な、うん、うん、そこでも、もう嫌になる毎回やったらちょっとしんどいかもしれない。そう、バイクやったらいけんねんけど、バイクやったらごっつい山の方から回り込んで降りてくる形になる。ああ、そっちだったら行ける、行けるんです、バイクは、うん、車無理です、うん、そういう、そういうとこ、うんうん、あ、でもすごいよ、でもその奥にまだカフェがあるんですよ、うん、へー、そこ連れてってあげたいわ。そんなところにカフェが、カフェがあるんですよ、うん、三王カフェやったかな、うん、三王茶屋か、うん、うん、めっちゃええ、めっちゃええね、日本家屋で、へー、うん、渋いカフェが、うん、で、あの高層ランチ、高層ランチ、高層、高層、あ、高層ね、うん、なんか変な、やつですね、なんとか玄米みたいな、はいはいまあすごい山の中ですけど、もう、うん、と思ってるんですよ、はい、ほんでね、うん、で、それ買うのに、まあ、買おうかなと思って、うんうん、まあでもまあいろいろそらあの綺麗ではないですよね、うん、ちょっとガタが来てるから、うん、まあどうかなと思って、うん、森くんに見に来てもらった。あ、そういう時は森くんですよ。森くんですか、はい、うん、
その森君にね、うん、あの見に来てくれ、うん、まあすぐ「はい分かりました」って、うん、すぐ来てくれて、うん、まあええんちゃいますみたいな、うんうん、まあいけそうやな、まあまあ、うん、そんな安いねんから別に、うん、ええっすやんみたいな感じで、うん、うん、まあ OK して、うん、ほんならでまあラーメンでも食いに行こうかって、うん、ラーメン食いに行ってんけど、うん、あいつのさ、うん、コスモアイル白衣やったっけ、はいはいはい、の話聞いた、よう言ってますよね、うん、なんかそのリンゴの木村さん、うん、なんか聞きました、聞いた、あのあおばあちゃん奇跡のリンゴの人に会いに行くねんけど、うん、やってなかったの、やってなかったよ話、あで霊能者みたいな人になったんですよ、ね、そうそうそう、あれごつ不思議やんな、うん、あの話あれね、どの話か覚えてる、なんか何やったっけ、なんかあえなんか占なんかちょっと覚えてないな、あれね、なんかその要するに石川県の白石かまで、うん、そのイベントがあると思って、うん、さコンタクティの集いやったっけ、なんかそんなんやな、確かにそんなんです、うん、かなんかに行くと、うん、ほんで行きましたと、うん、ほんなら、まあ、イベントやってませんでした、うん、っていう話やんあれで、やってなかって、うん、でそのと思ってんけど、なんか前にそのコスモアイルをやってるのがお寺の人なんやったっけ、だからその関係者が、まあ、一応その来る人がおったらあかんからっていうのでいてくれて、うん、でやってませんよ、うん、でああそうなんやと思ってね、おしゃあないからって言ってどうしようと思ったら、でだから道の駅でリンゴを食べてたんやったから、うん、ああそう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 、リンゴ食べてたら、うん、なんか声かけてきた、おばちゃんに声かけられてる、うん、でその声のかけ方がさ、うん、あんたそのリンゴ、うん、美味しいか美味しないか分かって食べてるんかかなんかそういうことを言われて、うんうん、でいやーとか言って、うん、でよかったらリンゴ食べませんかって言って、うん、リンゴそのおばちゃんにあげて、んならそのおばちゃんが案内してあるからついてこいみたいな感じで、なんかまあいろんなとこ案内してくれて、最後に行ったのがその超能力者のおばちゃんの家やってんな、うん、そう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 、でその超能力者の家に泊まりましたと、うん、いうことやねんけど、その話っていうのはさ、うん、なんかそのもともとは先代がいてんな、うんうん、そうでしたね、そう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 、眠たい、眠たくないです、全然眠たくないです、寝坊するのか寝坊はするかもしれないですけど目乾いてきた、よう寝てます、よう寝ましょう、いやほんでな、その、うん、超能力者には、うん、先代がいて、うんうん、でその先代っていうのがどういう超能力者かって言ったら、うん、あれやねんな、戦争に行った人間が何時何分に帰ってくるっていうのを当てる人やってな、うん、あーそうやったな、うん、そんなんやね、うん、うん、そんなんやね、うん、でそのあのっていうので最初なんか印鑑屋かなんかにでそれをやってたんや、うん、けどあまりに人が集まりすぎてその印鑑屋を追い出されて、うん、でお寺に行って、はいはい、でお寺でそのあんたの息子は何月何日、うん、何時何分に帰ってくるっていうのを心配ですからね、うん、やってなんかそのすごい人気になって、うん、しててでそのおばちゃんはなんか病気の治療で白衣師に来たんやったかな、ああそうそうそう、そのそこにやったっけ、うん、なんかそんなんやねんな、はいはいはい、
まだすいません、ちょっとやめといたかったな、この話この中途半端な状態で。ほんで来てしてたら、なんかあんたがこの仕事の後継者やからみたいな感じで、うん、まあ後を継いで今やってると、うんうんうん、そのリンゴを言ってきたおばちゃんね。違うね。え、あ、ちゃう。ちゃうね、それは。俺もそう思ってたんけど。その人が案内してくれた。案内してくれたとこが、その、はいはい、おばちゃんのとこ。はい、うん。息子さんも旦那もおるらしいけどな。うん。うん、あれ気になりますよね、なんか。あそこね。そうやね。なんかた、やっぱ引きがありますよね、森君は、そういう。うん。うん。うん。で、どういう超能力があるかっていうのはちょっといまいちわからへんな、今の人はね。うんうん、なんかそのそういう要点があいつには抜けてるんや。そうな、ちょっともうちょっとちゃんと説明してくださいと言ってます、いつも。でもなんかその息子と歩いてたらチャリーンっていきなりなんか道に小銭がポーンって落ちてきて、ほんでそれを数えたら、なんていうの、500、まあ例えば521円やとするやん、うん、やったらえっと思ったら、その子供の誕生日やったんで、5月21日みたいな。ああ、そういうつながりがあるんですね。なんかでもそれはどういうの、超能力じゃなくて不思議な話や、うん。そのあの聞いてないしね、別に子供の誕生日当ててくださいとか。だからそのこっち側の問題ですよ。だからそのだからチャリンって落ちてきて521やって子供が5月21日生まれましたやったら、うん、なんかわかんないけど、ちょっと奇跡っぽいですけど、なんか521、ちょっとやばいつなげ方ではありませんか。うん、あの、うん、なんていうの、勝手につなげるわけ。そう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 、勝手に解釈してるわけやからな。でも合ってるんはちょっとすごいですよね、なんか。いや、まずコインが落ちてくる時点でおかしいけど、すごい、そう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 、ちょっとなんかあのバラバラしてますよね、あの話。そうやね。だからあれだからな、俺ら、うん、ま、昔に森本くんから聞いてんねん。ああ、そうなんですか。うん、聞いててんけど、そっちの方がまとまってるわ。で、改めて本人のその森くんに聞いてんけど、うん、なんか余計分かりにくくなった。あ、うん、でも、なんか、まあそれも不思議やったんですけど、うん、熱心に言ってんねんなと思って。そうやね、めっちゃ熱心やで、うん、だから変なスピリチュアル知ってんだよ、うん、あいつ。あ、そうなんですね、うんうんうん、そうやね、えっと思うよな、うんうん、なんでと思うんですけどね、うん、だからでもちょっとスピリチュアルなんですね、森君。うん、ちょっと分からんのよ、うん、その俺ら日本で何の相談もないや、そのない、単独で言ってる。そうやね。ほんで、なんか、ほんで、そのイベントが今年はあったんやったかな。はあ、はあ、うん、あって、うん、その木村さんにも会えて、うん、あの、リンゴのね、奇跡のリンゴの人にも会えて、うん、で、もう一人コンタクティが来てて、うん、なんか、うん、その人は、なんか、そう言ってんかな。なんか、山口の萩で、うん、その、なんか、漁業の関係の仕事をやってる人やねんて。うん、うん、その人はなんかね、ドラマ化されるらしいで。へえ、そのコンタクティの。いやでもな、コンタクティの部分はないねんて。どういうこと。その漁業の方でなんか、それはそれですごいですね、うん、なんか女手一つでその漁師を束ねてなんか頑張ってるみたいな。あ、そっちがドラマ化されるされんねんけど、でもそれは、うん、そのなんでそれをやってるかって言ったら、うん、なんか UFO でそのあ連れてなんか魚の仕事をやれって言われて、あその導かれてやってんねんて。
おう、うん、でもそのだからひょっとしたらドラマテレビドラマ、まあ、だからその森くんの言うことやから、うん、ちょっとふわっとしてんけど、うん、ドラマ化されるらしいですよ、はい、いやいやだからそれはいつどこの局でどうなんやと、うんうん、でも多分なんか聞いてる感じではそのなんかこう女で一本で、うん、こう束ねたと、そう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 、なんか荒くれ者をまとめて漁業を盛り上げてる女の人の話みたいな感じにの話なんでしょう、うん、でもその UFO のパートはないらしいないやろなおかしな理由ですよね、うんうんうん、だからその人はもうすっごいちゃんとした人でしたって言ってた、うん、だからそのスピリチュアルなりの なんかこうちょっと特殊な感じとか、うん、おかしな感じが一切なかったって、あ、うん、だけどもコンタクティーなんですね。コンタクティー一番やばいじゃんまあだからまあ本も一番本物というかまあそういう感覚なんかな、うんうん、冷静にコンタクティーなんですね、うん、冷静にというか、うん、まあまあまあ、ま、冷静、まあ、まともというかその、うんうん、その特有の上着き加減がないというか、うんうん、まあそういうことなんやとは思うんです、うんうんとは思います、うん、だからまあそういう話で言えばね、うん、あの僕もだからこの前ね、ええ、ちょっとそういう陰謀論系の集まり、うん、まあとある先生のね、うん、その陰謀論系の集まりで、うん、まあ、割とねだマジっていうかその会費もちょっと高めやし、はいはい、でその来てる人らもね、うん、元議員さんとか、うん、すごいの、まあ、まあすごいかどうかは別にしても、うん、そういうなんていうのそのどういうの、まあ、冷静な人っていうか、うん、あの、うん、まあいやらしい言い方やけど、うん、ちゃんと人が、うん、あの来てるというか、うんうん、そのまあ紳士淑女というか、うんうん、そう変なヒッピー崩れみたいなのは来てないってことちょっと言い方悪かったらすいませんすいません、うん、なんせそういう、うん、割とまあ本気度高めって、まあ、言い方もあれやけど本気度高めのそう陰謀論系の、うん、まあなんていうの旧約聖書の勉強会みたいな、ね、はいはい、うん、ひも解くみたいな、まあひも解いて、うん、そのただまともなんですよ陰謀論っていうかそのなんていうのかな要するにキリスト教徒と、うん、イスラム教徒合わせたら40億人ぐらいいますよねと、うんうん、でまああのそれらの文化的背景になってる、まあ、あとユダヤ人が、うん、まあ何千万人かいるとでそれらの人らのその文化的背景となってるのは、うん、その旧約聖書、うん、だから、うん、その旧約聖書を理解することが、まあ、世界 の、うん、その理解につながるみたいなそういうその、はいはい、まあ建前で、うん、まあ勉強会みたいな感じなんですけど、まあ、内容的にはちょっと陰謀論っぽいサロンなんです、うんうん、まあ面白かった、まあ、まあそういうのがあってほんでね集まってる人がやっぱりねうん、ちょっとそのまあ面白い人っていうか、うん、が来てはってね特にね、まあ、女性の方なんですけど、ええ、京都の人でね俺より多分若い人でなんですけど、うん、まあ面白い人でね、うん、その何や言ったらね要するに王将の、 あの創業家の孫連中うん、とまあ友達やいうんですへえうん、うん、だからその
僕も王将に関しては多少調べたことがあるんで、うん、で、まあいろいろ話して、まあ、ああ、大体合ってると思いますけどね、みたいな、うん、その誰が犯人やとか、うん、そういう話、うん、そう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 、うん、とか言いながら、うん、でね、その結局あのウクライナ人の奥さんがいて、うん、なんかその失踪してた人いるやん、知らん、うん、その王将の孫かな、うん、創業者の孫かなんかでウクライナ人の人と結婚してて、で失踪したっていうか、まあ、まあそのウクライナ人の奥さんが、うん、あれちょうどねその社長が射殺されたちょっと後にフライデーかなんかでさ、うん、そのうちの旦那がいませんみたいな感じで、うん、そのウクライナ人の奥さんが出てた、知らん、あったやろそういう事件が、まあ、それは覚えてます、あった、覚えてるでしょ、はいはい、うん、でその要するに失踪した旦那と知り合いで、うん、いやあんた全然失踪してませんよみたいな、へえ、うん、あ、そうなんですか。そうそうそう、いますよ。そうそうそう、いや、います、今はいいねんけどね、うん、その当時も別に全然あの、うん、いました、うんうん、そういう話とか裏話が、そう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 、聞けてね、まあ、まあ、面白かった、うん、だからそういう、なんていうんですか、集まりって結構あって、うんうん、ほんでやっぱりね、割とやっぱり参政党を評価してます、うん、その人らは参政党、参政党知らん、あの神谷一人通ったやん、え、ちょっとだからまあごぼうの党じゃなくて、はいはい、もう一個あるんですね、もう一個知らん、参政党、ごぼうの党しか、え、ほんま、うん、うん、参政党って結構まあやばい感じの、はい、うん、あのポストトゥルース系の政党なんですけど、うん、うん、なんですよ、うん、割と参政党を、まあ、支持して、まあ、る感じがあると、うんうん、そういう雰囲気は感じましたね、うんうん、はっきりは言わないというか、まあまあ、人によりけりなんですけど、うんうん、まあ、参政党のあの動画でもこう言ってましたとか、うん、そういう、まあ、あの支持してるとは言わないですけど、まあ、そういうなんかこう共通認識というか、うんうん、そういう話があったりしたんで、うん、やっぱりなんかこうじわじわっと支持されてるんやろうなっていう感じがね、うん、ちょっとしました。たまにはいかなかったですね、そういう集まりも、ね、うん、まあでもそのあんまりさ望んでも行きづらいっていうか、うん、まあ、ある程度こうまあ選ばれたというかさ、うん、あのまあ俺も仕事でなんかそういうちょっと出入りしてる関係で、うん、まあ話題が出るやん、そういうその、はいはい、まあ、うん、あの面白い話集めてるんですみたいな、うん、まあ、そんな流れの中でもしよかったら来ませんかみたいな感じで誘ってもらったんで、うんうん、A ワインとか飲ましてくれん、お、これは何年 の、 はは、のなんかですみたいなその主催してる人はワインのコレクターやねんけど、うん、全然飲まれへん、え、ややこしいやろ、アルコールがあかんんですか、ワインもうちょっとで、なんか飲んで飲んでみたいな感じでコレクションは好きや、もう、まあまあそんな感じですか、はい。